なんかド M プレミアになったよね。大丈夫大丈夫大丈夫。どうですか。はいはい。最近僕たちめちゃくちゃ心配してることがあって、彼について、うん、ちょっと限界なんじゃないかなっていう彼が、うん、何かって言いますと、めちゃくちゃもうハードな練習を日々してて、で1日2回3回練習して、でもう USC のもう強豪の人たちともうバチバチに揉まれて、帰ってくるたびにもう顔にあざが増えて、でもうすっごい疲れてるんですよ毎日毎日。確かに。もう練習終わった直後なんかはもう結構ぐったりしちゃってて、そう、帰りの車とかはもう結構無言っすもんね。朝起きた時も疲れ取れてないのかなみたいな感じだし、うん、結構やばいやばいよね。日本にいる時よりも多分俺らそのさ知らないんだよ、その会のその日本での練習の様子とかも知らないけど、一緒に練習してたじゃん、はい、日本と比べてどう？こっちの方が大変そう。きついです、はい、そうだよね、まあ、っていうのもいろいろあってね、めちゃくちゃ心配なわけですよ、うん、本当にこのまま1ヶ月走り切れるのかっていうところで心配なんで、ちょっと練習から帰ってきたら実際本音どうなのっていう、大丈夫そうなのっていうところをまず話を聞いてみて、うん、でそこでちょっとサプライズで斉藤くんと僕とさやちゃんから一人ずつ、まあ、そのいつもの会のお礼を込めて考えてますんで、まあ、そういう感じでちょっと会が帰ってくるのを待っていきたいと思います。はいはい。もう俺は何やってくるのそれは。僕はですね、さやちゃんと一緒にですね、はい、会の疲れた体をマッサージして差し上げようと。マッサージですか。そう、マッサージ。整体ね。整体整体整体。ありがとうございます、はい、前もやってくれたよね。そう、前もやりましたけど、まあちょっと今日は長めに、うん、長めに、しっかり、はい、しっかりやってくれます。はい。え、さえちゃんもやってくれるの？そう、さえちゃんも一緒にやってくれるってことで。ありがとう。はい。はい、じゃあ、お兄さん。お兄さん、5000円だよ。本番ダメだよ。よし、さえちゃん。はい。やってあげましょう。はい。うわぁ、ガメてぇ。ほら、痛いんじゃん。痛い痛い痛い、さえ、さえ痛い痛い。OK、いきますよ。はい、せーの、よいしょ。ちょっと力抜いてください、お客さん。どうですか？最高ですね。あ、でもうまい、うまい。さえ、ちびくってるよ、さっきから。全然終わりさ。いや、すごいな、マジで。皆さん、これすごいっすよ、マジで。このね、この、何？なんか普通の人にはない筋肉。これやばい、ちょっと来て、これこことか。うわぁ、 ないよ、これ普通に。確かに、広背筋。広背筋っていうの、これ。はい、そこ広背筋っていうんですけど、すごいよ、これは。ここら辺とかもね、すごい、なんか皮が薄くて、ね、すごいよ。ボール気持ち悪いな。マジで。さえ、ふざけてるでしょ。ふざけてる。うわ、足もすごいわ。足すごいですよね。すごいわ。なんか詰まってる、ちゃんと。さえ、弱いな。さえちゃん、何やってる、それは。さえ、弱くね。肩のマッサージ。肩のマッサージ。さえ、あの、上乗った方がいい、この足で、うん、ああ、いいじゃん、背中にさ。あ、ちょうどいい、これいいね。おお、いいですね。ゴキッて言った今。いい感じ。どうですか、ボス。最高ですね。いい感じですか。うん、なんかド M プレミアになったよね。大丈夫大丈夫大丈夫。どうですか。はいはい。大丈夫ですか。いい感じです、はい、じゃあちょっとこのままあのすき焼きができるまで、あの、引き続き、よし、さえ、マッサージをしてくれ。じゃあ、すごい、すごいよ、ね、広い、なんか広い広いよね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録